こんにちは。今日はね、2チャンネルの2でお話しましょうか。まあ、2チャンネルっていう書き込みサイト、私は見たことがないんですけども、なんか無料のコミュニティとか、無料のなんかなんとかグループっていうのは結構あると思いますけども、やっぱね、無料のとこには、やっぱダーティーなものが集まりやすいのかなっていうことと、そこでは時間を消費して得るものはすごく少ないんじゃないかなと思うんですよ。というのが、まあ、2チャンネルってところに一つ現れてるかなと。まあ、要するに2チャンネルっていいイメージが多分ね、基本的にはないと思うんですよ。2チャンネルで賢くなりましたみたいな人あんまりいなくって。ただ2チャンネルにはいろんな、こうコミュニティがありますから、その中でプログラミングを覚えて、なんか一躍、人、角の人物になったって人も中にはいるんでしょうけども、そういう人は2チャンネル出身ですみたいなことを今度は逆に語らないみたいなね。昔なんかその花輪っていう人が歌ってた、なんかこう、佐賀県出身、なんか公表しねえみたいなのがありますけども、なんか、そういうふうな力学が働いてるのかなと。で、逆にですね、この1万2000円の毎月課金のコミュニティっていうのがあってですね、これ与沢坪さんがやってるんですけども、私も一時期入ってたんですけども、やっぱりそこには余計な人入ってこないなってありましたね。しかも1万2000円のコミュニティ内で、なんか10万とか100万単位のセールスどんどん行われてるんですよ。それはやっぱりね、すごく勉強になったし、お金ってこういうふうに動いてるんだなっていうのと、そこにお金を払う人がいる、つまり価値を見出せる人がいるんだなと思うのと同時に、そういう人は無料のコミュニティに全く関わらないらしいんですよ、やっぱり。だから、話題も結局ね、有料のコミュニティとか、有料の関わりのあるところばかりで、そのコミュニティを提供している人も、結局は、その有料を維持するためにものすごいね、賢いというかね、コミュニケーションもコントロールもすごく上手なんですよね。考えてみたら、その2チャンネルの創設に関わったひろゆきって人は、あれでしょ?訴訟費用を踏み倒して、それを平然と死刑になるんだったら払うけど、そうじゃない限りは払いませんとか言って、海外に逃げたりしてて、それで時効を迎えてね、で、今、ノーノーとなんかテレビとか出てますけども、やっぱりこう、あれですよね、もう、レベルは違いますけども、被害者がいるわけなんですよね。で、本来だったら何十万も何百万も、弁済されるはずの人が弁済されずに、法律というこの悪法をね、悪用することによってもう血も涙もないような逃げ方をしてるわけですよ。だからそのひろゆきって人の、例えばね、兄弟身内自分自身が今度被害者だったら、何としてもね、それは放置しない、許せないと思うんですけども、あとはやっぱりこう、まあ、要するにそういう、まあ、ひろゆき氏みたいな人に賛同する人がいるのも、この無料が跋扈したこの国の現状なんじゃないかなと思うんですよ。で、やっぱりね、価格をつける人っていうのは、わざわざその無料のコミュニティに出かけないんで、そういう事件に興味もないし、そういう事件が起きてることすら、まあ、関心がないのかなと。これによって二極化っていうもののすれ違いが起きてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ドリームアカデミアは本当にいいじゃないですか。ドリアカで学ぶ人って、その無料のわけのわからないコミュニティとかメルマガとか全部解除してると思うんでね。時間が一番大切だから、ここに一点集中しようって思う人ばかりじゃないかなという。思いますけどね。はい。じゃあ今日も営業開始でお願いします。